の本田です。どうぞ。あ、こんにちは。はじめまして、お邪魔します。はい、お邪魔します。どうぞよろしくお願いします。どうぞ。失礼します。これえっ、ー、とですね、これ、はい、橋本市長からですね、前田大臣宛てにちょっとお願いでですね、そうですか、はい、まあ、今大阪の方で、まあ、改革を進めてるんですけど、で、まあ、いろいろ人材をですね募ってるんですが、まあ、御所の方で、まあ、ぜひ行ってみたいという方がおられまして、で、まあ、私どもの方で面接したりしたんですけれども、その結果ぜひという方が、まあ、おられますので。あ、そうですか。その方を今日初めての話ですから、すみません、突然で出していただけないかと。もちろん今日ここで返事をいただくために参ったんじゃなくて、はいはい、お願いに上がったんです、はい、本来は市長がもう大臣のところに直々にですねお願いに伺いたいということだったんです、まあ、なかなかちょっと日程的に、まあ、大臣も国会中でいらっしゃいますので、はい、ということで私ちょっと代わりにその手紙をですね、預かりまして申しましたので、これがその手紙でございます。わかりました、はい、ちょっと後ほどもう少し、はい、そうですね、実務的に教えていただきたいと思いますが、はい、いずれにしましても早速大臣の方へ、はい、報告をして、そうですね、はい、すいません、対応させていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとこの辺で、はい、はい、どうもありがとうございました。失礼します。どうもご無沙汰しております、東京プレスクラブの松島でございます。はい、今回国交省の方に、なんかメジャーリーグのスカウトみたいな感じなんですかね、どっちかというと。いや、メジャーリーグかどうか、どっちがメジャーなのか分かりませんけど、はい、霞が関から見れば地方リーグということかもしれませんけども、はい、まあ、大阪がですね、はい、いつも第二の都市、第二と言われてますけど、はい、まあ、大阪が一番ということで、優秀な人材がたくさん集まるよということで、霞が関の方にも声をかけに来たということですね。しかし75人ほど応募があって、さらにもう現役の官僚の方たちも、応募されているというので、相当やっぱり日本中が期待しているということですかね。そうですね、日本中が期待している人が、まあ、応募してくださる方々っていうのはやっぱり橋本さんのところだったら何かできるんじゃないか、まあ、橋本さん、松井さんの下でちょっと仕事してみたいっていう、そういう気持ちが強いんじゃないですかね。経産省にも行かれるんですか。私自身は行きません、ね、行くと話が壊れるんじゃないかってみんなが心配してやるものですからね。わかりました、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。